皆さんどうもこんにちは、はてなです。今回は私が使っているアマテラス LED20W と 10W それぞれの比較をしていきたいと思います。アマテラスってすごくいいですよね。まず自然な太陽光に近い光ですね。これがすごく本当に綺麗で、自然な環境を演出してくれます。でまた比較的、安価でそれほど高くないんですよね。 20W でだいたい1万3000円ぐらいですかね。はい。でまたこのような形でですね、水面の揺らぎっていうのを演出してくれますので、で、天井にその反射したような、光ですね、この揺らぎっていうのが映ってすごく綺麗です。はい。そんなアマテラス、この比較をしていきたいと思います。まずは 20W、 こちらが 20W の箱ですね。はい、こんな感じです。で、その横にこちらが 10W の方になります。はい。箱は至ってシンプルで、この中にアマテラスが入っているということなんですが、こちらが 10W の方です。で、20W に関しましては、私今現在使っておりますので、また後ほど、はい、現物は紹介させていただきます。このような黒い形で結構かっこいいですよね。これが反射板になります。はい。取り外しが可能な反射板がついております。はい。で、商品の仕様に関しまして、色温度、これが 5900K ですね。で、ルーメンが2098ルーメン。で、26口径のライトになりますので、一般的なソケットに入れることができるということです。で、こちら 10W の方がですね、同じ 5900K で、で、ルーメンが914ルーメンと、半分以下になっていますね。ただ、後ほど、実際に使っているところを見せていきたいと思いますが、それほど、はい、劣るということはないかなと。半分以下の光の強さなんですが、それほど弱いっていうふうには感じません。はい。で、箱の中身なんですが、まずこのような感じで、はい、注意事項が書かれてありました。で、ソケットなんですが、イケア製のものがこれがダメだというところが注意点になります。イケアのソケットもすごく安くていいんですが、はい、アマテラスには合わないということです。で、もう一つ。はい、こちらがですね、説明書ですかね。ですね。はい、取扱説明書になります。私は読んでおりません。はい。で、もう一点、入っておりました。こちらがですね、はい。紹介するような、はい。ポスターみたいなものですかね。はい。このような形で、写真が載っているもの。はい。で、こんなものが、保証書付きですかね。はい。こんなものがありました。で、はい。こちらがアマテラス 20W を、私の60センチのネオグラステラ水槽。はい。これ横幅60センチなんですが、こちらで使っている様子です。はい。どうですかね。かなり、はい。60センチあるんですが、この1頭で十分なぐらい、はい。光量があるかなと思います。はい。こちらから 10W に切り替えます。いかがでしょうか。ちょっと暗くなったのがわかるかなと思います。はい。特に画面中央部、注目していただきたいんですが、先ほどと比べるとかなり、やはり光量は落ちるかなというふうには思います。ただ、サイドまで、そこそこ光は届いてますので、いけなくはないかなという感じですね。はい。で、サイドまた 20W の別角度からです。はい。このような形で、十分明るいですね。この60センチでは私はこの、はい、20W の方を基本的に使っておりますので、水草も十分育ってくれますし、何よりこのような自然な色合い、
っていうのが本当にいいですよね。はい、でここからまた 10W です。いかがでしょうか。やはり暗いですよね。うん、まあこれがこれでまあ好みの問題っていうこともあると思いますので、はい、こちらの方が色合い的に好みだっていう方もいらっしゃるかなっていうふうには思います。はい、ただ私はちょっとどうかなと、やっぱり 20W の強さの方がいいかなっていうふうには現時点で思っております。はい、でちょっと横並びで比べてみました。左が 20W で右が 10W になります。はい、いかがでしょうか。うん、やはりそうですね。で、まあ、10W の方で、まあ、水草がどのように成長してくれるかっていうのは正直わ、まあ、からないところもありますので、まあ、このあたりは私実際あの 10W で、これを育てたわけではありませんので、ちょっとわからないところですね。はい、でまた 20W に戻っていきました。はい、でこのような形でやっぱりアマテラスの特徴っていうのはこの、まあ、自然な光の色っていうのと、まあ、太陽光に近いっていうことを歌ってますよね。それとこの影、はい、影を演出できるっていうのがやっぱり最大の特徴ですね。また 10W に切り替えてみます。はい、このような形、まあなくはないですよね。うん、まあこれでもし水草が育ってくれるのであれば、この、まあ、ルーアのネオグラステラ、ちょっとこう高さが低い、はい、水槽にはなりますが、まあなくはないかなっていう印象は受けます。はい、やっぱりそれほど 10W っていうのは半分以下のルーメンなんですが、そんなに暗い印象はないですね。上から撮ってみました。やはり 20W だともう十分、うん、光は届いていますね。はい、ウィローモスもかなり、はい、光が当たっていますし、私のこの環境下ではよく水草も育ってくれています。ルドビジアのスーパーレッド、これも本当にこう伸びてきまして、はい、流木に絡みつくように成長してますね。はい、こちらが 10W です。やっぱりちょっとこう暗い印象にどうしてもなってしまいますよね。はい、まあ基本的に私のこの水槽は陰性水草が中心ですので、まあこの 10W でもまあいけるんじゃないかなっていうような感覚はあります。やっぱりまあ 20W と 10W を比較すると当然 20W の方が明るいんですが、はい、このように横並びで見てもですね、 10W も、はい、結構光は強いなと、うん、いうふうには思いました。で、まあ、私のおすすめとしてはこの、まあ、60センチの幅であれば、まあ、やはり 20W の方がいいかなと、おすすめできるかなっていうふうには思いますが、うん、まあ、10W を選んでもまあなくはないかなっていう感じです。で、今度は30センチキューブ水槽でも比較してみたいと思います。今がこれが 20W の方ですね。はい、アマテラスの 20W を使っている映像になります。まあこの水槽では私は 20W を基本的にはずっと使っております。はい。で、こちらから今度は 10W に切り替えてみたいと思います。はい、やはり、はい、切り替わった瞬間少し暗くなったのがわかるかと思います。ただですね、これもまあなくはないかなというふうには思います。実は私この 10W はこの30センチキューブ用に実は購入したもので、はい、しばらく 10W で、10W を使っていました。で、水草の成長なんですが、 20W から 10W に一番初めは 20W を使っていて、で、その後に 10W に変えたことがあるんですが、ちょっと、うん、水草の成長は鈍いかなっていうふうには正直感じました。で、今は 20W に戻している状況ですね。はい。もう十分ですよね、この 20W で。うん。
30センチキューブであればこの10ワット1灯で、十分、はい、光量は確保できているように感じます。こちらが10ワットです。はい、まあこれも、まあ、何度も言いますが、まあ、これでもいいかなっていうふうには、うん、個人的には思いますが、まあ、水草の成長という意味では私が実験した感じではやはり20ワットの方がいいかなと。まあ、これキューバパールグラスを植えておりますので、やはりかなり強い光っていうのを求めますので、はい、そういう意味では今の状況では20ワットかなと思います。はい、横並びで比較してみました。はい、やはりこの中央の大戸石ですね、大戸石の部分に20ワットの方がかなり、はい、光が当たっているように、強い光が当たっているように感じますね。うん、やはり、はい、30センチキューブでも、まあ、20ワットの方がいいのかなと個人的には思います。はい、で次にですね、このアマテラスの LED 反射板がついてます。でこれはこのブラックの、はい、留め具の部分ですね、これを回転させることによってこの反射板を外すことが可能です。でこの反射板を外すとですね、光がこう横方向に広がりやすいということで、はい、でちょっと一回これも試してみたいと思います。はい、30センチキューブで試してみます。今もう取った状態ですね。はい、反射板を取った状態だと、まあ、どうなるのかっていうのを比較していきたいと思います。はい、ということで付け終わりましたので、はい、スイッチオン。はい、いかがでしょうか。今反射板を外してある状態ですね。はい、ちょっと先ほどとの比較っていうのは分かりにくいですが、この後に反射板をつけた状態に再度戻しますので、はい、少しやはり私の目には横方向に広がっているように見えるのと、この大戸石のあたりですね、このあたりに、はい、そんなに強い光が当たってないということが分かります。はい、でここからでは反射板をつけた状態にスイッチします。はい、で明らかにやっぱり変わりましたよね。うん、大戸石のあたりに今反射板をつけた状態ではやはりこう集中して光が当たっているように感じますし、うん、やっぱりさっきの状態だと分散しているように感じます。まあ、この20センチキューブであったりアクアリウムっていうものに関してはやはり反射板があった方がよりいいのかなというふうには思います。まあ、このあたりも好みの問題だと思いますので、皆さんのご使用環境に合わせて使っていただければというふうに思います。はい、で、本日はこのアマテラスの 20W と 10W、 こちらの比較をしてきました。最後に注意点としては、どちらもスタンドが必要になります。でこれがあまりアクアリウムには種類がありませんので、はい、その用意っていうのは必ず必要になってきます。アマテラス本体で、まあ、20W で約1万3000円ぐらい、10W で1万円ぐらいですかね。でそれプラス、まあ、私のスタンドは5、6000円ぐらいですかね。水槽にかけるタイプのスタンドを使っていますので、まあ、合計2万円弱、20W だと 2万円弱ですねぐらいは必要になってきます。はい、ということで、どちらも私にとっては非常に大好きなライトになりますので、皆さんの参考になればと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。